協会ヤグサでーす、まあ、というわけでパート2引き続きましてやっていこうと思いますが、今回は、星井守監督2段目のうせやすらビューティフルドリームをやっていこうと思います、はい、前回の押井さんはオンリーユーでサラリーマン向いてねえぞってことがあったんで、そんな押井さんが一体どんな覚醒を遂げたのかっていうのをちょっと今回語っていこうと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、俺がやるみたいにちょっと皆さんです。よし、そうですね、まずうるせえやつらの原作がどういう風なのかっていうのを、はい、武田さんに話してもらおうと思います。はい、それをお願いします。はい、ということで、まあうるせえやつらは当然原作があるわけですよ。ルミコさん、うん、高橋ルミコが書いた、はいはい、でルミコが書いたうるせえっていうのが、うん、一言で言うとどういう話かっていうと、うん、こういう話なんですよ。欲張り男を受け入れる女の話なんですよ。アタルくんっていう、うん、とんでもなく欲張りな男の子、うん、だってお前のことが好きだよって言ってる途中で綺麗な女の人が横取ったらそっち見てますからね、あいつ。あーって言ってそうなんですよ。で、最初の時点で忍さん、忍さんって、うん、まあ、はい、もう一人の正統派な、うん、正統派な女の子がラムちゃんと三角関係になるんですけど、うん、忍ちゃんはそれが受け入れられないからダメなんですよ。ダメなんですか？それが受け入れられないから破局しちゃうんですよ。ああ、そういうことね。でラムはそれをあの感情豊かで私が一番好きって言ってほしいっちゃとかいう、あの高、うんうん、なんて言えばいいのかな、もうなんか高慢ちきな女がそれを受け入れられるのかって話なんですよ。あ、だから実はアタルは最終回でもそんなに変わんないんですよ。あ、でラムちゃんが変わっていく。実はラムの成長譚として見ることができるうるせえっていうのがあるんですよ。うん、で、構造ざっくり、すげえ簡単に書きました。うるせえの構造。はい、はい、こんな感じ。まず、ですね、これですね。アタルが他の女の子にうへーっていくラムっていうとラムが怒ると。怒るね。怒るから逃げるっていうのが、うん、これがもうドタバタの中で何回何回も繰り返しされていくのがうるせえんですよ。テンプレートね。そうですね。ラムが怒るから俺は他の女に逃げる。でも私は他の女に行くからダーリンに怒るっちゃみたいな。電撃バリバリみたいなやつがうるせえのテンプレの展開の一つですね。で、これがどう変わっていくのか、最終回になったら。これが、アタルが他の女の子のこと好きになる、うん、でも私はそんなダーリンが好きだっちゃっていう風になっていくのがうるせえの、最終的な落ち着きどころです、ね、すごいね。でそれを受け入れてくれるラムだから俺は好きになるっていう話がうるせえなんですよ。基本的に30何巻もかけて書いてるのがこれです。大丈夫、今だったらやばいよね。もうだからすごいなってますよ。赤塚不二夫の話します。赤塚不二夫って奥さん2人いたんですよ。その実際の奥さんとまたもう一つ、まあもう一つ奥さんがいて、でその奥さんたちはそのめちゃくちゃする赤塚不二夫のことが好きだから、うん、私たちは受け入れてたのよ。だから今で言うとキキリンと内田裕也夫妻みたいな感じですね。キリンベイベーで、あの人めちゃくちゃじゃないですか、もう本当にやってること、ね、まあ、他の女の子人を好きになるとかもうしょっちゅうですけど、それを受け入れてくれるのはキキキリンで、だから俺はロックノールできる、そう、ロックノールというか、だから、内田裕也はキキリンと離婚しないんですよ。ずっと好きでいるっていう、これがまあなんか昭和でよくあるやつですよね。なんか前ヤンさんで言った寅さん、うん、寅さんもなんか虎ガールみたいなやつが毎回出てくるじゃないですか。あ、そうですね、マドンナだったっけな、うん、なんかボンドガールみたいになっちゃった。虎ガールただ柴又に一人ちゃんとした制裁がいたらっていう感じの話なんですね。なるほどね。ですね、まあこれがうるせえで、これが高橋留美子が考える最高の男だったんですよ、当時。ほうほうほう、考える。それなんでかっていうと、学生運動でみんな押井さんみたいにグダ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 悩んで、こういうなんて性の衝動みたいなもので浮かれる男がいなくなっていったっていうので、こういう当たるみたいなキャラクターで、そんな男を受け入れたいのが留美子さんっていう構造になってるんですよ、実は。母じゃないか。母ですね、完全に。そうですね。まあ、まあ、なんで基本的に、うるせえじゃに限らず、
ごめんなさい、高橋留美子のキャラクター主人公、男の主人公で、ね、うん、基本的に何かに飢えてるんです、うん、あの飢えてるっていうか、何かなんていうのかな、その野獣性みたいなやつを持ってる、渇望してる、渇望してる人が結構多くて、ランマだと分かりやすく憲法をやります、強さになりたい、だから他の女っていうのが、あのアタルにとってのその欲望であったのが、うん、ランマになるとこれが、戦いとかになってくるわけですね。でイニアシアになるともう二人一緒ですから、野獣と人間汎用ですから、ね、いいね、うん、で、最新作じゃないな今は、一個前にやってた教会のリンネというやつは、うん、リンネ君貧乏です、あ金がねえ って言ってました。女のことなん、女のことよりも俺はバイトするっていう。今日の飯だ。今日の飯代なんだっつって言って、あれ、ヒロインのさくらちゃんは、リネ君のことが好きなんだけど、うん、それを、あの、なんていうのかな、自分よりも金を見てしまうリネ君に、ちょっと呆れたりしてるっていうのが、まあ、ドタバタの中で何回もあるやつですね。なんで、高橋留美子の、各男の主人公で基本的に何か飢えてて何かを求め続ける、しかもそれが女体ではない、あの私ではないっていう、ああそういうこと、まあだからこれを何かの夢とかに例えると分かりやすいかな、バンドとか音楽とかに例えると、俺は女よりもバンドで成功したいんだ、だからお前のことはないよ、だから私と仕事どっちが大事なのよみたいな感じ、ああそういうことね、うん、それでヒステリックになるんじゃなくて、それを受け入れられる女が高橋留美子の考える最高のそのカップリングなんです、ね、なるほどね、私だけ見てほしい、だってあのラムのラブソングっていう、うん、あんまりそわそわしないでっていう曲の中で、あー男の人っていくつも愛を持っているのねっていう、いやー深いね、あのチューリップの曲で、うん、虹色のスニーカーという曲があるんですけど、うん、その歌詞の冒頭が、うん、わがままは男の罪、うん、それを許さないのが女の罪っていうのがあって、うん、うわーいいねいいねなんか、まあ、だからかなり昭和マインドを持ってる人なんですよね、うん、でまあ多分高橋留美子としては、あのなんていう、昔私が少女期の時に見ていた男の人たちっていうのはもっとガツガツしてたんですだと、ただそれが学生運動のなんやかんやがあって、だんだんそれがなくなっているっていうので、うん、あのいろんな当たるっていうキャラクターを作ったんじゃないかなと思うんですよね。あ、多分ウーバーリムの態度とかもあって、そうですね、うんうん、まあ女の人が私がってなってるのは、まあ、そのラムっていう主人あの女の子のキャラクターの中に込められてるんですけど、そのラムが寛容になっていく、まあ、いわゆる昭和 の, よあのスーさんみたいになっていくっていうのが話ではあっているっていう、まあ、これがうるせえな基本的な構造なんか高橋留美子世界を貫いてる構造だと思うんですよ、僕から見たらですね、こんな感じですかね。でそれをおしりさんが味付けするとどうなるんだっていうのが、ビューティフル、そうですね、その当たるになれなかったおしり守るが作るとどうなるんだって話になってくるのがビューティフルドリーマーですよねっていう、まあオンリーユーは割とうるせえやってんなって感じがしたんで、まあ特に言わなかったんですけど、ビューティフルドリーマーになると明らかに何かが分裂しているのが分かってくる。で、あの高橋留美子はおしりさん、このビューティフルドリーマーを、あれはおしりさんのうるせえですよっていうふうに言ってます。確かに。なんで、まあ、留美子のうるせえっていうのはこういうことですよ、じゃあおしりのうるせえはどうなんだっていうのがビューティフルドリーマーですねってな感じですね。これが漫画です。やっといてください、やっといてください、パイセン。そうですよ、うるっと。だって高橋留美子はもともと小池和夫劇画村塾っていうところの出身ですからね。おお、劇画なんです。劇画村塾って、だからあの小池和夫なんで、子連れ狼とかの人の弟子ですからね。あ、じゃあもう、なんだろう、こう、渇望してる男。渇望してるっていうか、なんていうのか、戦う男とか、うん、その、女じゃないものに対して何か違う興味があるものっていうやつですね。と、うん、いう感じです。はい。はい、それでは、うるせえやつら2ですね。はい。ビューティフルドリーマー。はい。まあ、今回もあんまりうるせえやつらの話はしないです。基本的にですね、ルミコの話はルミコの話はちょっと、ね、してくれたんで、うん、ルミコのことは分かんない、推しのことは分かるという、なるほど、推しのことを話していきます、はい、まずこれっていうのは1984年の2月に公開されてますね、うん、で「ビューティフルドリーマー」っていうところで推しさんの劇場版の監督2作目なるほど、うん、で「うるせえやつら」の劇場版2作目でもある、うん、ところでまず冒頭がですね、まあ、どっかのなんか
あれですね、紅の豚 の、 あの島のシーンみたいなところで、うん、なんかメガネたちがなんかバカンスをしているやってましたね。でも何やら廃墟だっていう、うん、でなぜこうなったのかっていうところを最初やりますね、うん、っていうところで、まあ、ちょっと場面が変わりまして、うん、最初っていうのは学園祭なんですよ、ね、うん、学園祭の前夜準備的、うん、そうだね、準備をしていて、うん、まず目に映るのがウルトラマンと仮面ライダー、うんうん、ここは本当に現実なのかっていうところでまず1個ありますよね。であってアダルたち の、 あのクラスの出し物っていうのが、うん、あの喫茶店なんですけど、うん、第三帝国ナイス俺大したよ喫茶第三帝国シャレなスマート、うん、でここでまずおしりさんが説明をしているのが、もう先に言っちゃいますけど、うん、この映画って夢落ちなんですよ、ね、うん、全てが夢の中だったっていうところで、うん、夢縛りなんですよ、ね、うん、なので第三帝国、うん、つまりナチスの美しい夢、それが描かれていると、うん、で学園祭の中のウルトラマンとかっていうのは、うん、まあ、ちょっと作品が違いますけど、あの僕らの世代だと鈴宮春日と憂鬱ってやつで、うん、学園祭でああいうシーンがありますよ、ありますね、なんかどっかのクラスでなんか出し物をするらしいみたいなところで、うん、なんか準備中なんだけどなんかすごい本格的な衣装を着た中世のなんか野人みたいなのがうろついてるんですよ、うん、で後から聞いてみたらそんな出し物をするクラスはないって、うん、っていうことはあれはハルフィが出した本物なのかっていうところで、うん、きっとあのウルトラマンとかも本物なんでしょうね、うん、偽物ではなくて、うん、おしいさんの趣味そうなっちゃいますね、ジャパルタン政治で、あとハルフィで言うとあの学園祭のシーンはあれですよね、今日はあの寝不足ですよね、確かに、ね、あの映画作って編集に夜明けまでずっとやってて、うん、それが疲れて今もう俺は半分起きてるのか寝てんのかっていう、あの話もライブアライブっていうのはちょっとまた意味深なタイプ、うん、そうですね、でそれが春日の演奏によって目覚めるっていう回ですよね、うん、もろに影響を受けてもろに影響を大好きなんだろうなっていうのが、うん、だからもっともろなとこありますもんねビューティフルドリーマーに関しては、はい、ビューティフルドリーマーもモロですから、うん、まあモロですっていうところがあると、はい、でおしりさんっていうのはこの映画の説明を全部最初にやっちゃってるんですよね、うん、まず第三帝国の、まあ、夢落ちであるというところと、うん、あとアタルがあの粘土でしたっけ、うん、と二人で家に帰るんですけど、はい、途中で花屋が出てくるんですよね、うん、でそこに咲いてるのが確か白い彼岸花だったと思うんですよ、でそれの花言葉がなんかあなたは一人を愛するみたいな花言葉なんですよ、うんうん、つまり、まあ、ラムなわけですよ、なるほど、でこの世界っていうのはラムでラムの世界 で、 でその対象はアタルに捧げられているっていうところが、まあ、最初に説明されている、うん、っていうところで基本的にこの映画っていうのは夢落ちからどうやって夢の世界っていう異変に気づくんですよ、アタルたちが、うん、その中からどうやってあの這い出るのか、抜け出るのかっていうところで非常にストーリーはシンプルなんですよ、非常にストーリーはシンプルなんですけどひたすらにですね演出とか映像が美しいんですよね、この作品っていうのが、なのでまず説明っていうより見てほしいっていうのがあるんですけど、そう言ってらねえし、そうそう、でまずですねこの映画を見て、まあこれまで僕っていうのはイクニさんとかキューブリックとか見てる気なんですよね、でおしいさんの2作を見て、うん、でまあ、あの高画機動隊とかも見てますけど、はい、その3人の違いは何だっていうのをまず考えました。で、イクニさんっていうのが、うん、まずですね、あの明確なメッセージを持ってるんですね、うん、で明確なメッセージがあった上でそれを視聴者に伝えたいっていうのが、うん、主に少女に対するメッセージですね、うん、で、キューブリックっていうのが視点を提供するんですね、自分から見える世界を僕は提供してると思うんですよ、うん、でキューブリックの視点を提供するだけで、まあ、キューブリックに考えはもちろんですけど自分の考えはなるべく持ち込まないようにしている、で観客に気づかせようとしてるんじゃないかっていうふうに思ってるんですよ、うん、で推し守るっていうのは世界を提供してると思うんですよ、うんうん、そのビューティフルドリーマーみたいな特別な世界、箱庭感ありますよね、あそこ、はい、だから徹底的にディティールにこだわる、そうですよね、で、その暴気化した世界です、うん、
でこのスノブの聞かせ方がすごい特徴的で、普通分かる人には分かるスノブいるじゃないですか、うん、おしいさんの映画って、うん、その元ネタが分からない人にもこれスノブだなって分かるように入れるんですよ、ね、うん、すごいスノブクセ野郎なんですよ、ね、いわば言ってしまえば、でおしいさんの世界の、まあ、基本的にですね、趣味をふんだんに盛り込んだ世界観っていうところで、この3人を語るにその解説の仕方が変わってくるんですよ、ね、伝えたいことが変わってくる。イクニさんはストーリーを追えばいいんですよね、うん、メッセージがそこから出てくる、うん、キューブリックもそのストーリーを追っていくうちにその視点の中に入っているブラックジョークっていうところから見える世界っていうのを考えればいい、うんうん、おしいさんっていうのが世界そのものを提供しているので、うん、ストーリーをそのまま話してもそれはただディテールの説明だったり、うん、このメカがああでああで、ここはあそこの引用ですよっていうスノップの部分の説明になってしまうんです、うん、なのであんまり世界の説明っていうと、うん、僕の専門外というかね、あんまり魅力を感じない部分になってしまって、うん、っていうところで、うん、まずもっと深いところというか、うん、なんで夢なんだっていうところを考えていきたいです、うん、まあ、もちろんですね、夢から生えてるっていう時に、うん、いろんな引用がされてるんですよね、うん、前の映画と同じように、例えばみんなが大好きなエッシャーですか、うん、の絵とかね、みんな大好きですか、みんな大好きです、エッシャー店、あの上野でエッシャー店、エッシャーだよね、エッシャー店があって、うん、それ見に行こうと思って行ったんだけど、うん、すごい行列が出てきたんだよね、あ、で50分待ちとかなんだよ、うん、あ、すごい人気だ、なんかディズニーランドのアトラクション並みのエッシャーが混んでたファストパスいるね、それ、そう、みんな大好きエッシャー、みんな大好きエッシャー、はい、っていうのを入れていく、まあ、スノブな部分を聞かせるっていう美しい絵はまあ見ていただくとして、なんで夢なんだ、なんでこのテーマを選んだのかっていうところで、まずですね、夢と現実の違いっていうのを考えたい。夢っていうのは自分とか私っていうのが世界の全てなわけですよ、ね、ですから、あのビューティフルドリーマーっていうのは、まあ、ラムが考えた理想の世界、うん、ラムはあの仲間たちとずっとみんなでワイワイ過ごしていたいっていうところで、そのストーリーの中でその学園祭の前日っていうのをひたすら繰り返すんですよ、うん、ひたすら繰り返して繰り返して途中でバレるんですけど、うん、でもそれでもみんなを閉じ込めて、うん、みんなでワイワイ暮らしていこうよっていう、そういう夢を持っている、まあ、自分が世界をする世界、うん、で現実っていうのはで世界の中にある自分の世界、うん、私の世界で、ここでちょっと面白いなって思うのが、この世界の片隅にも通じるんですけど、うん、まあ、世界ってあるじゃないですか、現実、こうね、そうで、現実っていうものはもちろんあるんですけど、でも私っていうものがある、うん、で、私っていうものの中にも世界はあるんですよ、うん、私が見る世界、うん、私が認識する世界っていうのがある、うん、つまり夢と現実の違いはあるんだけど、うん、同様に共通する部分があるじゃないか、うん、重なってる部分がある、重なってる部分が何なのかっていうところですね。現実であってもですね、私を通すところに変わりはないと、うんうん、まあ、キューブリックも、まあ、自分を通して見ていたわけですけど、うんうん、私たちも自分を現実を私を通して見ている、うん、で夢も現実も私が認識している世界なんですよね。なるほど。で今こうやって撮っていますけど、私も、うん、でもこれも私が認識してカメラがあるっていうことを私の中の世界ではあるっていうふうに考えている、うんうん、で私がここの場で認識していない世界っていうのを、うん、の存在を私は証明ができないんですよね、うんうん、あくまで自分が認識するものでしか証明ができない、って考えると、知れない、あ、そうね、夢と現実の違いって何ですか、うん、もちろん違うんですよ、うん、でも本質的に自分の内面の認識っていうところで見ると似てるんじゃないのっていうところでいくわけです、アクタベンとか最低の話なんだ
哲学じゃないですか、先生。先生哲学。これ推しキャラだったらカメラ真正面に行ってますよ、ね。っていうのが、だって謎なわけですよね。まあそうです。ビューティフルドリーマー。うん、夢を正直このテーマって、うん、映画見て思ったんですけど、うん、うるせえでやる必要性が全くないんですよ。全くない。全くないです。オリジナルストーリーでいい。うん、で、うるせえ奴らの、あの、キャラクターたちも立ってるんですけど、うん、で、ギャグ要素もあるんですけど、うん、それを別のキャラに差し替えたところで、まあ、支障はないし、うん、うるせえ奴らのドタバタコメディっていう、その、機能をですね、うん、うまく使っていないんですよ。うん、本当にただの、自分の撮りたいものを、ただ撮っている。うん、で、選んだのが、夢。うん、で、夢落ち。なんでってなるそもそも。そうそう。いや、でも確かに、過剰ですよね。過剰にあるっていうか、うん、なんか、演技してんなっていうのがわかるんですよ。あの、ギャグしてる。うん、あの、面倒とかが特に、あの、なんか、必要以上に、うえぇ、ウクライナ怖いとかやるし。あと、車の動きとかすごい過剰ですよね。うん、あの、止まった時、キキーとか言ったら飛んだりする、あの、ルパンみたいな、あの動きとかがいちいち入ってくるんで、こんなに入れてないよな、普通と思って。うん、入れてないし、入れとこっか、みたいな。とりあえず。夢だし。なんか、ポップに、ポップにしようっていうのが分かる。一個大げさにしていこう。そう、テーマをポップにしましょう。うん、まあ、うるせえの仕事を受けたからやるけど、うん、別に俺はうるせえがやりたいわけじゃないと。これがやりたいんだよっていうところで、うん、なんでこういうことをやりたいと思ったのかっていうところで、まずキューブリック解説をしている身としては、うん、ワイドイズワあのワイズワイドシャットがね思い浮かぶんですよ。まあ、アイズワイドシャットより前ですけどね、ビューティフルドリーマーの方が。あ、そっか、そうだよね、確かに。そうだ。確かに。アイズワイドは99年だもんね、うん。はい。シャイニングと同じぐらいかな。シャイニング80年です。80年。あ、ちょっとシャイニングよりちょっと後。そうだね。新さんは多分キューブリック好きだから、はい、ウルメタルジャケットよりちょっと前かな、前かなっていうところで、アイズワイドシャットでキューブリックは目を覚ませと、うん、目を覚まして現実を見ろと、うん、人間を見ろと、うん、そしてファックしろって言ったわけですよ、うん、なんかもう完全におせっかいじじいなわけですよ。晩年なんで、今まで静かだったキューブリックが、うん、明らかにおせっかいジジイに変貌した瞬間っていうね。死の直前になって。直前になって、もう抑えてらんねえっていうところで。遅かったな、ちょっと。なったと。2001年の頃にやってほしかったな、それ。で、まあ、推しはまだ30代半ばですよね。うん、じゃあ、同じようなテーマで社会にこんなメッセージを語りかけているのかっていうと、うん、どうやらビューティフルドリームは違うぞっていう。うん、同じ夢と現実 の差別が、現実の区別がつかない、うん、っていうところのワキューブリックの10年のテーマを扱っているんだけれども、うん、そこからにじみ出るメッセージ性っていうのはどうやら社会に対するっていうよりも個人によってんじゃないのっていう思うんですよね。それがどういうことなのかって言いますと、私の世界ならば、まあ、気楽に好きに生きたらいいじゃない、まあ、夢の中で無邪気が言ってますよね。夢なんだからやり直しもできるし、まあ、自分の気楽に自分の好きな人生をね生きればいいじゃないかと、イコールですよ、私の人生ならば好きに生きたらいいと、好きに生きたらいい、好きに生きたい、現実も夢もですね、私だと、私が認識している世界なんだと、つまり私の世界の中で私は生きている、うん、っていうことを考えるのならば、うん、夢と同じように自由に生きたっていいじゃないか、うん、自由に生きたいんだと、自由に表現したいんだっていうところで、うん、ビューティフルドリーマーなるものが、うん、なんでこのテーマを選んだのか、おしいさんが、うん、脚本もやってますからね、うん、ほぼ自分でやってますからね、はい、ビューティフルドリーマーとは、うん、押井守のね決意表明なんですよね、うん、これをやることによって
まあ、サラリーマンと決別したわけです、うん、おしりさんっていうのが。で、映画監督おしりが誕生した瞬間、うん、いや、おめでとうございます。おめでとうございます。なるほど。これからいっぱい作ってよ、名作。ビューティードリーマーとおしり自身であると。うん、そう。で、結局ラムが目覚めるっていう、うん、っていうところで、オンリーユーはね、うん、なかったことになりました。おしりさんの中で多分なかったことになった、ね、あれは。なかったことというかもう、これが捨て去ったかと過去だね。うん、はい、これ。俺のデビュー作はこれです、おしりさんの。うんうん、おしりさんのデビュー作はビューティフルドリーマーですと。うん、もう言ってもいいんじゃないかと。まあ確かに。うん、それはルミ子も、これはおしりさんうるせえですって言うよね。決意表明しちゃったんだから。ですからラストが、ラムたちが夢から現実に戻ってきた。うん、おい、お前らと、うん。夢ばっかり見てんじゃねえよ。現実を見ろっていう、キューブリック的なものかと思いきや、うん、おしりがね、ずっと心に秘めていた夢みたいな、うん。俺はこういう映画を撮りたいんだよっていうことを、うん、ラムが目覚めたっていうところと、現実に反映される瞬間っていうのが、ちょっと重なってるんじゃないかな。うん、ところで。ですから、このビューティフルドリーマーっていうのが非常に美しくて、演出も凝ってて素晴らしいんですけど、でメッセージ性はって言われると、ひたすら教えの決意を語ってるだけだった。記者会見だと。記者会見。決意表明。決意表明。俺はこういう監督になります。俺はビューティフルドリーマーですって言って、そう、コンセプトムービーだった。俺はいろんなところから、いろんなところ、いろんなところからスヌープを聞かせて持ってきます。難解なストーリーにします。絵はぬるぬる動かします。そう、ディテールにもこだわります。特に選手はこだわります。選手こだわってっていうおしりさんの決意です。この映画って いいね。はい、それがビューティフルドリーマーである。ハリアのコックピってやばかったもん。すごい。そう。あれがやりたかったんだろうなって。あのビュー、あのさ、垂直に飛ぶじゃん。うん、あそこの回転のところね、うん。回転のところからバーって出て、うん、ガラスが一気に割れるとかさ。うん、俺はあれがやりたいって、うん、あれがメインですよね。そう、だからひたすらディテールにこだわって世界観に真実を目指せるんですよね、うん、おしりさんっていうのが。まあそういう監督なんだろうな。でそこに自分も出ちゃうんですよね。だから面白いんですよね、多分おしりさんって。でひたすらスノップを聞かせるので分かりやすいように、うん、鼻につく人は鼻についてみないっていう。ああのも分かる。おっくん系の人が、うん、そうそう、ちょっくん、おしりさん好きじゃなかったっけ。あ、好きだったっけ。まあ好き、小瀬さんも好き。ああ好きな人は何回も見るけど、うん、おしりさんの世界を受けられない人は見ない、うん、で、早尾と同じようにディテールにはこだわるんだけど、うん、おしりさんはこれ見よがしに見せるっていう、うん、その違い、うん、まあ、それが作家性なんだろうなっていうふうに。早尾はさっきのセブンシーズンの時に見ましたけど、全部が均一なんで、うんうん、テンション変わんないもんね。そうですね。だからキャラの人物作画もこだわるし、うん、そのマシンのディティール、動きとかにもこだわるし、うん、っていう、まあ、多分、うん、マシンの解説だけで本出してるしね。そうですね。あ、そうなんだ。本流戦車です、うん。自分の架空の戦車とか飛行機ばっかり描いた絵本みたいな。うん、あれだっけ、あの早尾自身があの豚として出てきてるやつだよね。ああ、なんかね。はいはい。なんか宮崎駿と押井守がなんか戦闘機のエンジンの位置とかで言い争ったみたいな感じになりますよね。これじゃお前成り立たんだろうみたいな。飛ばんだろこれじゃあ。お前分かってねえなっていう。なんで飛んでんのかね。駿さんのはちょっと先輩、ちょっとパイセン。ちょっとパイセン。先輩。でも若手からすごい付き合いがある。うん、コナンのあたりからじゃないかな。ああ、うん。あ、関わりあるのかな。そうですね。一、うん、回あるらしいですよ。高畑勲、宮崎駿、押井守で映画作ろうとしたらもう喧嘩になって企画がおじゃになったでしょうね。絶対無理だよ。まるわけがないよ。リーダー3人いるバンドだもん、うん、ジョン・レノンが全員ジョン・レノンってそれ無理だわ。なるほどね。以上です。ありがとうございました。
ごめんなさい、まあ原作ファンから見たこの映画っていうのが、あー、ちょっと、じゃあそのなんでルミコは怒ったのか、なんでこれはおしりさんの映画ですって言っちゃったのか、タカチンとってそんなこと言う人ではないんですよね。あ、そう、大和な人なんで、結構大和な人です。その過激な発言はする人ってイメージじゃないんですけどそんな人の口を割らせてしまったのか、なんかこんな言葉で言わせるのなんか珍しいなと思って、うん、で、あの伊波さんが前のオンリーユーであのお尻が分裂していると、うん、サラリーマンお尻と監督お尻がいると、うん、で、まあ今回僕も、じゃあどうやって分裂してるのかなと思って、その前さっき話した漫画としてのうるせえやつらが分かってる人間としては、うん、どう分裂してるのかもう全部分かるんですよ、うん、この漫画の中では出てこねえだろこいつらっていうやつは基本的にお尻の分裂って出てくる存在なんです。で、これが僕が考えるお尻が分裂してる存在ですね。そこに置いても大丈夫です。ここに置いても大丈夫ですかね。大丈夫ですか。ちょっとリハタ君持ってもらっていいですか。まず第一、サラリーマンお尻っていうのが分裂してると。で、これがまず世界に閉じ込められて、ちょっと抵抗してる人々、うんうん、あの映画の中でさくらとか面倒とか、あと誰だったっけな、メガネ、うん、メガネ、まあ割と哲学っぽくてこの世界に対して何か疑いを持ってる、うん、謳歌してない人間たちが、まず第一に分裂してるおし、うん、なるほど。でもそれでもその世界に生きてる人たちで、あともう一個、それでも夢の世界を作る男です。無邪気ですね。あ、はい、あれもなんか推しの分裂なんじゃないのと思って。監督推しの分裂、あれが。で、これだけじゃないんですよ、今回。サラリーマンと監督だけだったと思うんですよ。僕もオンリーユー見た時に。うん、ただ、今回僕なんか第三の人格がいるぞと思って。おぉ、サードマンが。これですね。夢と現実の線引きをするしようとする男、これが今作で当たるになってるんですよ。ああ、そうか、当たるは夢の世界だと分かってて夢の世界を享受していると。でもそれがいやこんなのいかんっつって言って、そこできっぱり線を引いて俺は現実に帰るっつっていう男がいると。これが当たるとしての分かってて、これは推しのどの部分が分裂してるのかと、個人としての推し、だからサラリーマンでもなく監督でもなく夢を作ってる商売の人間ではなくて、私個人としてこの市井に生きる一人の個人としての推し守るが僕は当たりになってると思うんですよ。なんでこの漫画、この映画はこんな感じなんじゃないかなと思って、この夢側にいるのが実はサラリーマン推しも監督側の推しも全部夢の中に生きてる、それが現実の推し守るに対して批判されてるっていう映画が見えるんです。だんだんなんだ。アタルのキャラクターって原作ファンからするとちょっと変だなと思うんですよ。こいつ。うん、あ、このビューティフルドリーマー。このビューティフルドリーマーだとアタルのキャラはちょっとやっぱり変なんですよ。なんか違和感があるんですよ。うん、で前僕あのオンリーユーのアタルはちょっと不快感がある。うん、っていう話したのかな、多分したと思うんですけど、それなんでかっていうと、その中におしりさんがいねえと思ったんですよ。あの誰もいない、しかも多分おしりさんは当たることあんま好きじゃないんだろうなと思うんですよ、うん、もうルミコも、もうさっきのルミコ世界の理想の男なんて、うん、でそれはおしりさんとは反対なんですよ、ほぼ真逆の存在って言ってもいいんですよ、うん、なんでなんていうか、まあ、なんかおしりさんが乗ってねえなと思ったんですけど、うん、今回はあれそんなに当たり嫌なやつに見えないと思ったのは、多分おしりさん自身が当たる中に入ってると思うんですよ、その線引きをする個人として、うん、それを主人公としてっていうので、でまあ基本的にこの映画の推しって僕この構造だと思うんですよ、その、うん、結局夢、そのなんていうのかな、なんていうのかな、この作ってる夢っていう自体も高橋留美子が作ってる夢の中をなんていうか高橋ワールドのあるアトラクションの一人、アトラクションの一つの管理人みたいな感じで推し守るがなんか分裂して、あの独立して上場して新しい企業立っちゃいましたみたいな独立宣言ですね、うん、独立宣言してるように見えると、そのさっきの矢田君とつながりますね、ちょっとつながる、うん、で僕が考えるこのうるせえビューティフルドリーマーっていうのは僕はこれだと思うんですよ。疲れた人が見る
見た夢を否定する男の話に見えるんですよ。あ、疲れた人マジか。まあ、そう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 。だからそれは違うぜ、夢だぜ。そんなとこにいつまでもいるんじゃねえよみたいな映画に見えるんですよ。で、これもう構図として分かりやすく。まあ、さっき、うるせえの原作の構造ですよ。こんな構造ですよ。ラムが、アタルが他の女に恋をする。それに対してラムは怒ってると。なるほど。で、アタルもそれが気に食わねえと。で、それが、今考えるとひでえ話だな、これ。めちゃくちゃ話だよ。冷静になるぞ、うん。ただ、この他の女っていうのを違うものに置き換えるんですよ。簡単に言うと。夢でもいいし、漫画でもいい、何でもいいんですけど、うん、自分が他で追っかけているものっていうのに置き換えると非常に分かりやすい構造になってるんですよ。うん、女を取るか、仕事を取るかみたいな話になってくるんですよ、だん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 。うん、それを受け入れて、ダーリンには私以外にも夢中になれる世界があるんだっちゃっていうところで落とし前をつけるのがうるせえやつらなんですよ。うん、ただ今回違うんですよ。さっき言いましたね、疲れた人、疲れた人って誰ですかっていうと、実はこれですこの関係に疲れたラムちゃんが見た夢をアタルが壊そうとする夢なんです。あの話に見えるんですよ、だん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 。この構造が分かってると、ラムちゃんがさっき言ったアタルに対して、この関係ですよね、そのもう私疲れたっていう感じその時に見た夢、だからあれみんながいるんですよ。あ、そうかそうか、うん、でもアタルのことを誘惑しようとする忍さんとかは消す、龍之介さん。あ、確かに。だから消えるんですよ。で、まあラムは、恋してるのはアタル、でもそれも理想のアタル、夢の中のアタルを恋してる。まあこれ一応ハートにひびが割れましたけど、それはちょっと歪んだ印象として描かれてるんですよ。うん、ルミコのそんなもんじゃないと。ルミコのもんじゃない。で、これ、私はこんな夢が見たいのっていう夢を受けて無邪気が作ってる夢の世界。で、これをおしりさんは負の世界として描いてる。うん、負のループの中の世界。うん、で、ここに、このラムちゃんの対局にいるのが僕、この子じゃないか。少女のラムが出てきますよ、ね。あ、そうだ、ね、白いワンピース着た。あれは、うん、あの、なんていうかな。アタルのことが本当に好きだった頃の、好きだった頃の、無垢な頃のラムの夢。イノセントラム。イノセントラムを持ってるやつが少女としてばっかり安く出てきてる。で、アタルに対して、私のこと、本当の現実に帰りたいって言われて、うん、帰りたいって言って、これをアタルが破壊するってやつに見えるんですよ。なんで、だから、アタルが、この映画では俺はラムのことが好きだとはっきり言っちゃうんですよ、実は。うん、それは原作ファンとしては許せねえよみたいな、そんなこと言わないからうるせえいいのにって、うん、っていう、まあ批判があるの当然ですよね。で、そうなんですよ、そのなんていうのかな、その高橋世界の中の一人としての押し守る、うん、っていうのが、だからその夢か現実か分かんないっていうのは、なんかその辺から取ったんじゃないかなと思うんですよね。その俺が今表現してるのは俺の世界なのか、それとも高橋留美子の夢の世界を俺はまた夢として享受させてんのかっていう、なんかすごい入れ子構造になってる映画だなと思って。なあ、ねじれ、なんか構造が複雑ですね。だからさっき伊橋さんがその夢っていうのをなんで選んだのかっていう、そのなんか発想の最初になったのがもしかしたらうるせえやったからなんじゃねえかと思って、うん、高橋留美子のそのルーミックワールドっていうものすごいでっかい世界を作っている一人個人としての押し守るっていうのが、もうなんかものすごいねじ曲がった方向になって独立しちゃったみたいな話にすごく見えてくるよなっていうのが僕の見方ですね。こんな感じですかね。だからなんか3つに分裂してるっていうのが、これはなんか見てて思いましたね。その、うん、まあそうですよね、うん、そうですね、今までだったら多分、まあオンリーの時はサラリーマンの監督だけだったんだけど、ちょっと待てと、それも結局人のものを作ってんじゃねえかっていう、結局監督になろうがサラリーマンだどっちでも、結局俺は高橋留美子っていう女が作った夢の世界を作ってる。そうじゃなくて、俺はもうちょっと違うところに行きたいんだっていうので、アタルにもう一発分裂して、個人として分裂してる
してそのツッコミがビューティフルドリーマーの構想なんじゃねえのかなってちょっと思いましたね、うん、おこんな感じですね。ちょっと原作をしっかり、まあ原作ファンとしてはなんかこれじゃねえのと思いますね。おしりさんもしかしたら、うん、だから3つに分裂してる時はお前どうしたんだと思っちゃいましたけど、ね、こんな感じですか。ちょっとまあごめんなさい余談として、うん、素晴らしい余談のレベルではなかったですね、うん、いやなんかやっぱ考え出したら止まんないんですよ。なんでこうなったんだ惜しいとどうしてこうなった、そうどうしてこうなったと、うん、だからそのおしんさんがさっきさんが言ってた世界を提供したいっていう世界を提供する監督ですよね、おしんさんっていうのはね、うん、だけどこの時やってたのはあれですよね、ルーミックワールドのアトラクションの一人、うん、管理人の一人なんですよ、うん、だから厳密に言うとおしんワールドではないんですよ、うん、まだ記者会見なんだ、うん、これからこうするよ、まあ、これからこうするよ、まあでもそれまで作っ、これを作る前のおしさんっていうのは世界を作ってない、ね、ああそうかそうかそうか、高橋留美子の中の世界のディティールをもうちょっと濃くしますよっていう仕事なんで、うん、厳密にはルーミックワールドを作ってるんですよ。ルーミックワールドのクオリティを上げるための一人の社員なんですよ、うん、だから社長じゃないんですよ、うんうん、それがなんか独立して子会社なのに独立して上場しましたみたいな話に見える、うん、ですよ、ね、なんかこの夢っていうのがテーマになったのはもしかしたらあまりに広すぎるそのルーミックワールド、うん、まあなんかもうどんなものでも入れちゃえっていう、まあ引用なのも高橋、まあうるせえも引用なんで基本的にはいろんなディティールを持ってこようっていうやつなんで、うん、そのまあわかるっちゃわかる、そのあまりに大きいいろんなものを何でも掘り込んじゃうルーミックワールドの中の一人として組み込まれちゃったから、うん、こんなものができたのかなってちょっと思うっていう感じですね。これが、まあ、僕が今ビューティフルドリーマーを見て感じた違和感っていうやつ、まあ、確かにうるせえの映画ではないなっていうのは、まあ、推しが出過ぎてるっていうのもあるんですけど、なぜ推しが出過ぎたのかっていうのは多分ここなんじゃねえかなと思う。この世界を提供したいっていう気質がルーミックワールドを破壊しようとする推しっていう、うん、みたいな感じですかね、うん、そうですね、ありがとうございました。伊沢さんもお見事でした、ありがとうございました解決したの、解決した、交換しますか、うん、メインも交換しますか、いやこれも面白いんじゃないでしょうか、なんか対決っぽくて、うん、ああやります、一人ずつ同じ作品を見て、はい、ひょバトルバトルをする批評バトル批評バトル、まあ、まあ今回はうるせえだったんで、うん、まあ漫画原作が大元であるんで、うん、それを見た上でおしさんはどんなことを作ったんだろうと思ったらやっぱりここまでにいっちゃうよねっていうやつですよね、うんうん、素晴らしいです、素晴らしい、りょうやくんは褒めなくていい、りょうやくんはこれを見てなんかもうなんだろう、夢と現実がこっちになっちゃって、うん、リアルにトリップしました、うん、ああなんかちょっと麻薬体験的な、そうですね、そっちの方もね、うん、フィジカルな体験をしました、ね、ああそうですね、それなんかね本当にね分かんなくなって、うん、寝てんのか起きてんのか夢見てんのかこれが何なのかみたいな、借りたことも夢かもしれない、そう分かんない、じゃちゃんと見てた、毛布かぶってソファーに転がってくる、途中からなんかふっとかなんか、ああなんかふわーってしてきて、まあ、そんなような映画でした、ね、そうです、まあ、でも推しの芸風ここにありっていうのが結構わかる回ですよね、うん、記者会見なんで、はい、時間の話も出てきますしね、この後延々語る、うん、あとやっぱ胡蝶の夢ですか、やっぱ、うん、そうですね、アニメーションの表現手法とかね、そうですね、うん、まあ、あとバクのテーマ出てきますよね、うん、夢を食べる、うん、あれにマルシーってついてるのが面白いなと思いますけどね、うん、でバクは豚だからね、そうですでそれが世界を食い尽くしてるからね最初に、そうですね、じゃあお尻第2なんてことで、じゃあ次第3弾は何に行こうかと、天使の卵、おお来たと、あとなんか一緒にやる、もう一本、もう一本一緒にやる、パトレーバー、パトレーバーやる、パトレーバー別にしようかなと思って、劇場は割と推しいないよ、
あんまり行き、うん、はまだ推しが薄い頃、激痛がやばい、推し激痛は多分推しもうただの推しまたやっちまった第1、第2と立て続けでやってもいいし、そうだね、まあ年代別にね、若い方から、うん、まあ OVA 日本にするかもしれない、あ、うん、年代を追っていく感じで、医師のタワホーって今どうやって見れるんだろう、あれ見る方法あるの、あ、 YouTube で上げてなかったっけ、ソフト化されてないの、え、ソフト化されてないの、あれってされてんだけど、幻の方幻、おお、まあ探せば、あの原本はプレミアついてる、うん、原本、あのその、そのソフトはね、うん、あらら、借りてないかもしれないね、なんか俺レンタルビデオで見たことないんだけど、テンション止まるって、なんかあんまりネットで落ちてもチラッと見たことない、うわ、おいくら前でしょ、いやもう普通になんかちょっとな、まあ、なんちゃらアップロードみたいな、うん、そういう感じで見れたら、見れたら、見れたら、見る方見れなかったらパトレーバーを、ね、で次やるって感じで、あで今あれですよ、パトレーバー30周年です、あ、それさっき見つけた、さっき見つけました、今名古屋パルコでパトレーバー30周年記念展っていうのがやってるんで、東海にいる人、しかも、あ、だめだ、これ24日前だったっけ、明日までなんですよ、明日までなの、じゃあ無理だ、無理です、放送する無理でもない、ごめんなさい、これ切ります、まあそんな感じでパトレーバーを狙ってもらおうと思います、ね、じゃあまあ星組第2弾記録がありまして、で次はもう今日収録の最後です、はい、小田君声難しい、俺こんな中でそれをやるの怖いんですけどという感じで、まあ、あれは、まあ、なんかちょっとギャグラブコンでやっていってね、はい、まあ、それが意外と面白かったので、僕はもう吸ったもんじゃないなということで、魅力について語っていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあアスタラビスタベイベー